灰落ち葉からの落ち花の さて始まりましたチューン島唄です。はい、民謡ファンの皆様お待たせいたしました。沖縄民謡好き進化が民謡好きの皆様と一緒にお送りする FM ギノワンからお送りする1時間です。はい、今日も一緒に沖縄民謡を聴きながら楽しくゆきゆきとゆんたくしましょう。パーソナリティはキッチン花笠大城ゆきのりと FM ギノワン田辺ゆきです。さあ始まりましたが久しぶりだね。久しぶりです。また距離感がわからないさっきコピー取るって聞いたら、あ、お願いしますって言ったじゃないですかあれ、そんな距離あれだったからまた酒飲んだら戻るから久しぶりすぎてまた距離がつかめない2人ではお送りしますけれども、はい、しなしは、まあ、今日はお休みですね。はいここで連絡するという。そうなんです、今日は2人でお送りしますね、はい、なかなか3人揃わないんでね。そうね、もちろんさんは特にね、はい、本番前だからね。そうですね、舞台も、うん、芝居も多くなってますんでね、来週また来るって言ってましたけどね。はい、はい、じゃあ次僕が休めばいいのかな。いやいやお願いしますよ、戻りかごできないんですから3人揃わないと。そうか、はい、はい、今日も始めていきましょうね、はい、いい天気ですね。いい天気ですね。はい、もう梅雨、えゴールデンウィークに崩れるんだった後半から。あ、そうなんですか、うん、ここ1週間はなんかね、この先1週間は晴れるって予想ですけどね、はい、うんうんうん、いいね、なんか休み、いいね、うん、休みでちょうど晴れていいですね。そうですね、休みじゃないんだけど休みじゃないんだけどって今顔で分かりましたそうですよね、はい、まあまあでも梅雨前にこう、ね、うん、晴れ間にこう利用できることね、この太陽を利用していろいろね、はい、やっていきたいですよね。だいたい崩れるよね、はい、毎年ね。そうですね、うん、でそのまま梅雨入りみたいな。そうですね、うん、まあ、夏は長いんでね、はい、海とかね、またな海行くね。え、行く行く、海開きも行きましたよ。昨日の、はい、トロピカルビーチの。俺行ってないな。晴れてたんですよ。うんうん、あ、後からちょっと降ってきたんですけど寒かった？は、入ってはない。いよいよ、あ、入ってはないですけどね、うん、お笑いのライブとかビーチでやってて、うんうんうん、いいですね。頑張れるもやめたかった。わかんないよくわかんない、知らない人たちがやってたけど失礼だわすいません、テレビ見ないんでテレビないんだった。そう、でももうテレビないけど、あのお笑い好きなんで、うん、面白かったです。そうか今日はね、特にテーマもないんですけど、ゲストが来てくださってるんでね、後から紹介して一緒に喋っていこうと思いますので、はい、お楽しみに。いつも通りね、リクエストもお待ちしてます、うん、ではうね、とうたい、はじまい、はじまい、一人多分違うカンペ見てるよそうそうそうではではFM ギノワンチューンしまうた、聞き方4つあります。はい、なんだっけ、ラジオ、FM ラジオ放送 79.7MHz 7メガヘルツ2本目、インターネットで同時配信、全国どこからでも聞けるサイマル放送はリスンラジオで検索してください、はい、全く同じものを聞くことができます、はい、チューンしまうた、はい、リスンラジオ推奨しております。はい、あ、どこまで読んだ、はい、3つ目、ツイキャス、4つ目、ユーストリーム、 FM ギノワンのホームページから映像と音声もお楽しみください。はい、そっちのカンペにはそれ書いてないけど違うカンペをグダグダになってます、何コメントしていいかわからない人は今日何食べたかご飯教えてください。はい、では今日のプログラム、生演奏さあユンターショーラー、そしてリクエスト受付コーナー、チューンリクエスト、そしてゲストのコーナーです。今日も面白い話題をお届けします。で、
か、つづら富士劇場は今日はパスです。はい、はい、寸劇はやりません。で、あとはゆるいゆんたくです。よろしくお願いします。はい、では宛先です。メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com ファックスが 098-943-0094 です。リクエストの番号なんだっけ、電話番号、あ、098-943-0094 番です。あ、ファックスでしょ。一緒です。わかりました。はい、何年やってるんだ。はい、そしておはがきですね。郵便番号が 901-2222 沖縄県宜野湾市久名1039Gタウンビル2階 FM ギノワンチューン島唄係、メッセージリクエスト、番組へのご感想をお待ちしております。はい、ツイキャスのの中の銀のほたるさん来てます。ゆきゆきさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。覚えてましたかね。はい、僕のこと。じゃあよろしくお願いします。では最初のコーナーに参りましょう。歌いじゅすずぬし。歌に主はない、それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてくださいという意味の、ユキが大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中のユキユキが毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さよんたしょさあ、ユンタショーラコーナーです。はい、今日はね、島巡りやろうと思います。うん、先週歌いかけてやめたんですよ。あ、そうなんですか。歌いかけた、ちょっと歌った。歌いかけて、あ、やっぱり忘れたと思って。この前ね、てるりん祭っていう、うん、民謡の大きい無料イベントがあったんですけど、うん、はい、その時に前川源ちゃんが、はい、と与那覇徹さんが、なんかぬぶいくどち、なんかくどちを弾きながら別の歌を歌うっていうのやってたんですよ。うんうん、例えば演歌とか歌謡曲とか。文字数合わせてってこと？全然もう全くバラバラで。バラバラで。すごくないですか？すごいね。頭どうなってるのかなと思って。完全に分離してるんだよね。うん、でもなんかどっちも途切れず滑らかに。へー、すげえな。すごいですよね。で、私エイサーでこの島巡り、うん、普天間3区入ってるんですけど、それとデーゴ音頭が入ってて、はい、うんうん、なんかデーゴ音頭を弾きながら島巡りを歌ったのかな、うん、全然自分無意識に、うん、メロディーはメロディーはデーゴ音頭、メロ、はい、三線と歌が全く分離して違う曲歌っちゃったんですよ、うん、演奏したんですよ、本番で。そしたら、あ、練習の時、そしたら青年たちがポワーンって。何この歌って。どっちなんみたいな。どっちなんみたいな。動きが止まって、あ、あれって、あ、自分なんか今おかしいと思って。これあるあるだよね。なんかあります。もうね、無意識だったらなりますよね。何だけ弾きながら途中で祝い節に変わってるとか。あ、変わるのもありますよ。あるね。なんでですかね。でもそれをわざとやるのはすごいなと思いました。わざとできないよね。ね、勝手になるのはありますけどね。うん、というわけで今日は島巡りを歌います。はい、またね、連休いろいろ出かけようかなと思ってる人がいるかもしれないね。ちょっとこの歌聴きながらね、どこ行こうかなって。ちょっと、あ、そういう意味はよかったのに。そうそう。では行きましょうか。はい、酔いとごめんそりよ。
ソリを対一万回海岸メインでしたかね。そうだね。の島巡り言われてみたらお届けしました。では一旦 CM です。 CM の後はゲストの登場です。変わりましょうか。こっちがいいですか。こっちもありますか。よいしょ。お待たせしました。
ちゃ背が高かったんです。上げてもらってもいいですか。てかさ、徹夜してきたらさ、乗せをしたよ。維新玉で行って、あバスで。あで、また戻ったの間に合った。すぐたまたま。もう慣れてらっしゃるから大丈夫ですよ。ついにね、赤乳デービルにも出てしまいましたからね。もう出たから衝撃でしょ。朝早いですか、やっぱり5時入り。暗い、誰もいない。スタジオ入っても誰もいない。どこでやってるか分からない。すごい。純島歌。もしもし、純リクエストサビラ。純島歌リクエストコーナーです。電話番号ファックスは 098-943-0094、 メールアドレスは 797@fmginawan.com です。沖縄民謡のリクエストお待ちしております。では今日は並行してゲストとお話ししていこうと思います。では早速自己紹介お願いします。はい、沖縄のイベント情報フリーペーパーピラツカ暦編集長の萩野和正と言います。よろしくお願いします。お願いします。ピラツカ暦、もうめちゃくちゃお世話になってます。そうですか。はい、もう沖縄の本当に自分が知りたい情報が全部集められて、はい、しかも、はい、見やすく紙になっているので、はいはい、もう沖縄に来る前から実は見てましたね。はい、ありがとうございます。京都に住んでたんですけど、はい、なんかライブハウスとかに置いてあるんですよ。はは、うん、なんていうライブハウス。あ、十徳とか。十徳とか、はい、ありましたか。はい、それを見てなんて便利なんだろうと思って、うん、そうですね、はい、沖縄に来てからも、うん、はい、ピラツカ暦見たことあります。あ、見てますよ、見てます。ありがとうございます。はい、まあね、分からない人にちょっと説明すると、はい、県内外の沖縄関係のイベントをできるだけ集めて、はい、で、A3 の2倍のサイズ、A2 っていうサイズの紙ですね、はい、にギュッとこのカレンダーの形式で載せたフリーペーパー情報誌ですね。はい、で1ヶ月ごとに出るんですよね。はい、でね、今日どこで何やってるっていうのが分かるように、はい、うん、イベントが分かるようになってるっていうフリーペーパーですね。ね、素晴らしい。見開きで一月分載っていて、うん、で表紙の方とかにもいつもすごい面白い記事が載っていて、はい、アーティストを一人選んでね、そう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 、結構掘り下げたような掘り下げて、うん、内容だったりとかしてすごい楽しみにしてるんですけど、はい、それを編集してる人って、そうです、はい、ありがたいです、うん、もうあれがなかったらどうしてるんだろう、もういちいち調べてるのかな。そうだよね、ね、うんうんうん、本当に便利です。そうだよね、うん、そうですよね、うん、自分が沖縄にこうしょっちゅうね好きになって通ってたのが、はい、始めたのが96年ぐらいだと思うんですけど、うん、その頃はこういうものはないので、はい、ないので、まあ困りましたね。なんかピアとかですよね、なんか雰囲気は、うん、昔あった雑誌の。東京だったらね、ピアを見てお芝居行ったりライブハウス行ったりできるんですけど、そうそうそう、何やるかな、今今日何やってるかなみたいな、そういうのないし、うん、まあ、はい、当時だったらタウン誌とか買うんだけども、はい、タウン誌もねやっぱり載ってること限られてるし、うんうん、でまあ、こっち来てからじゃないと手に入らないですよね、タウン誌とか新聞とか、はい、ね、あの頃は、はいはい、だから
こっち来てから探すっていうことぐらいしかできなくて、旅行に行く計画を立ててるときは分からない、大きいのしか分からない、ナハハーリーとかそういうのしか分からない、ナハハーリーも誰が出るかは分からないっていう感じでしたよね。インターネットもない時代ですかね、90年そんなまだ、そうですね、あんまりまだホームページを立ち上げましょうぐらいの感じでしたからね。でも今もしね、今始めたらネットでされてたかもしれない、今は、ね、ネット版もありますけど、そうですね、あの紙がまたありがたいですよね、すごい見やすくて、そうですね、まあ皆さん、まあでも今はね、ネットで気がついて毎日見てるんだけど、紙があるっていうの知らないっていう人も結構多いんですよ、ね、なってきましたか、はい、へえ、これ紙もあるの初めて見ましたみたいな。まあでもどちらの良さもありますけどね。そうですね、どちらにせよ素晴らしいです。サイトも素晴らしいし、紙の方も本当に見応えもあるし便利だしね、はい、そういうのを、じゃあ始めた人なんですよね、初めてずっと作り続けてる。そうそうそう、はい、作り続けて15年。あ、15年です、前にもあの編集されてる高橋さんに、はい、ちょっと別の自分の番組に出ていただいたことで、本当にいつもお世話になってるからお礼が言いたいなと思ってなんか本当にお世話になってますね。この番組でも紹介するときに調べたりとかね、はい、もうね、結構記者さんとか、はい、まあ、あの番組関係の人とか、はい、そういう人もネタ探すときに、はいはい、結構使ってるみたいですね、うん、でもそれをじゃあ準備するってすごい大変そうですよね、うん、調べているってことですもんね、一個一個、ね、そうですね、なんかイベント、さっき言ったテルリン祭だったらテルリン祭に出る人全員書かれてますもんね。そうです ね、 ね、ただあるようだけじゃなくて、はいはい、なるべくそういう情報も入れて、できたらプログラムまで手に入れば載せたいっていうところですよね、はいはい、で15年、15年なんですか。15年、ね、すごい。2003年の5月から始めて、で今年ね5月号さっき出来上がったとか、はい、あの最近ようやく、はい、あの5月号の準備ができましたので、はいはい、まあ、15年って言っていいんじゃないでしょうか。あ、そうかそうか、へえ、もうこんな15年も毎月毎月締め切りがあるってすごい大変じゃないですか。そうですよ ね、 ね、もう181回やったってことなんですよ、はい、15年って、はいはい、すごいですよね。すごいですよ、ね、すごいです。今ね、その15年分の全部のバックナンバーが、はい、ライカムアンソロポロジーっていう、はいはい、あのプラザハウスの3階にあるギャラリーで今展示されてますんで、はいはい、あ、写真展とかやってる、はい、あのギャラリーでそこでやってますので、はい、あの歴代の表紙とそれからバックナンバーはファイルに閉じて全部見れるようになってます。あ、見てみたい、昔のは知らないです、はい、初期の頃はね、白黒だったんですよ、はい、でしかも片面しかなくて、はいはい、今はね両面なんですけど片面しかなくて、っていうところから今はもうカラーの感じになってますね、はいはい、うん、へえ、見に行きます。であと関連してなんですか、なんかイベントもあるんですよね、はい、15周年ということで、はい、平塚音楽祭っていう、まあ、イベントをちょっとやります。5月1日と5月2日にやります、はい、あ、もうすぐですね、もうすぐですね、はい、あの連休の谷間なんで、はいはいはい、休みの日はみんな予定も入ってると思うけど、はい、この合間は油断してると思うんで夜遊びに来てくださいね。確かに、確かにそうですね、はいはい、5月の1日は那覇編で、桜坂劇場ホール A でやります。うーん、でまあ、出演はですね、マルチズロック、はい、猫の麦ちゃん、はい、からブルースバンドって言っていいのかな、ロックバンドかな、ベギーバンドからフォークグループのヤチムン、刺激ナス、うん、からあの民謡関係だと、八重山民謡の、若手の、比嘉真由子さん、はい、そして、沖縄民謡の大御所の一人ですね、大城美佐子さんと、はい、それからお弟子さんの、堀内加奈子さん、那覇編はこれがメンバーになります。たっぷりですねこれね。すごい、結構1日でそんなに出れるんですかっていうぐらい結構パンパンです、はい、これが普通に夕方からあるんですね。はい、7時から始めてちょっと遅めになると思いますけど、はい、最後までぜひ楽しんでほしいと思います。
これが那覇編、ツイートシナ編、はい、まだあります、はい、5月2日はコザ編ということで、はい、先ほど表紙の展示をやってると言いましたけども、うん、プラザハウス3階にあります、はい、ライカムアンソロポロジーというところでやります、うん、あそうなんですね、はい、へえ、あそこでなんかライブって私まだ見たことないです。実はですね、あのギャラリーの奥のスペースがあってですね、はいはい、そこはあのまたあの時々音楽やダンスや、まあ、民族芸能やったりとかっていう場所に使ってるんですけれども、うんうん、そちらでやります。へえ、出演は、マルチーズロックから森と茜のお二人、それからあのギターデュオのメガネストラトスに、歌手のキーノさんが加わって出演してくれます、はい、それからですね、奄美大島から、シンガーソングライターの橋健さんが来てくれます。そしてですね、冷や城敦子さんと、ジャズピアニストの佐藤優子さんが、まあ、多分沖縄の子守歌とか、あのわらべ歌なんかを歌ってくれる構成になります、はい、そして、荒井由紀人さんと下地勇さんのお二人が出てくれるんですけれども、はいはい、まあ、この二人はね、もう先島ミーティングとしてもおなじみですよね、はいはい、でですね、もう一組ありまして、はい、新垣睦美さんという方と、はい、この方はあの民謡の歌い手なんですけれども、はい、民謡もちろんあの素晴らしいんですけども、はい、このねエフェクターとか、はい、ルーパーといういわゆるあの若い子がギターなんか弾きながら使うような機材を駆使して民謡を歌うっていうちょっと変わったスタイルでやってます、はいはいはい、そこにあの最近あの映像作家として話題の山城千佳子さんが、はい、いろんな映像をかぶせてちょっとねあのどんな感じになるか僕も楽しみなんですけども、不思議なコラボレーションもありますので、これが5月2日コザ編のメンバーです。ははなんかこの出られるメンバーを聞いていても、うん、豪華っていうのはもちろんありますけど、うん、なんかこの萩野さんのなんかこの選ばれてるなんか意図をちょっと感じます。あ、ピラツカっぽい、はい、はい、うん、そうですね、やっぱりあのピラツカ暦が15年やってくる中で知り合ったり仲良くしていただいたりっていう方から中心に、はいはいはい、まあいろんな縁で今回選ばさせていただきましたので。あ、なるほど。いつもさっき言ったそのピラツカ暦の表紙のところにこの一人ね、荒井由紀人さんだけとか特集があったりとかね、はい、します、はい、そういう表紙を飾ってきた方々ですかね。そうですね、まあ、まだ飾ってない方もいるんですけども、はいはい、まあ、また続けていく中でそういうチャンスがありそうな人ばかりという感じですね。うん、あ、へー、なんかあのやっぱりこう好きな方出会った方で好きな方を選ばれたってことですか、はい、そうですね、うん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 、あとは頼みやすいこう、ね、関係性っていうか、ね、あ、はいはい、間柄っていうところからお願いしてます、うんうん、こういうのは初めてですか、今までその編集はずっとされてて。ですね、100号2011年に100号を出した時に、はい、1回桜坂劇場でやってますね。あ、そうなんですか。それ以来なんで、まあ、久しぶりに大きいのをやります。じゃあ私が沖縄に来る前だから知らなかったですね、はい、いやでもこの15年その続けてこられたら、はい、やっぱりイベントももうすごいできますよね、プロデュースね。いやでもいつもあのこうすればいいのに、ああすればいいのにっていろいろ文句つけてる割には自分でやるとなかなかあ、そうかそうか、情報を集めていろいろ俯瞰してはいるけど、もっと早くこうしないと、ああしないととかね、はいはい、これいるでしょうとか、うん、ね、言ってる割には、はい、自分でやってみるとなかなかできなくて、あ、大変さも分かるみたいな、もう大変です。うん、なのでもまだまだあのチケットもありますので、ぜひ今からでも、ね、あのその辺1日2日空いてる方はどちらかいらっしゃっていただければと思います、はい。なんかいろんなジャンルの、ね、好きな人が楽しめそうですよね。そうですね、うん、あとまああの何でしょうね、例えば民謡がお目当てで来たとしても、はい、他のものも必ず楽しめると思うんで、あとね、沖縄の方はこういういろいろいろんなジャンルの人が出てても結構自分の興味のものと違うものを見たりとかして、うん、で応援してくれたりするっていうのが、はい、僕は最初来た時結構驚きで、あ、東京とかのライブハウスだと自分 の, あのお目当てのやつしか見ないんですよ、はい、みんな、はい、あ、終わったらさーっと帰るんで、帰っちゃうし、あ、他の人がやってるとなんか スマホいじって全然見てなかったとか冷たい、はい、沖縄の人は皆さん
他のも見てなんか、ね、なんかこうジャズとかやってるのに頑張れとか言ったりとかそういうなんか面白い、みんな盛り上げようとしてくれたりとか面白いですね、皆さん。確かに行ったらみんななんかね、イベント楽しもうっていう雰囲気がありますよね。そうですよね、何でも自分の知らないものでも楽しもうとするっていうところが素晴らしいと思います。なるほどな。なので、ね、ぜひいろんなジャンルのものを見て楽しんでいただければと思います。はいはい、あ、そうだ、ピラツカってどういう意味ですかって分かるんですけど、知らない人に教えてもらっていいですか。ピラツカっていうのは、まあ、八重山の方言なんですけども、はい、まあ三線弾いて弾いたり踊ったり遊んだりしてあんまり畑仕事とかしない人のことをこのピラツカムーンって、まあ、怒られちゃうんですけどね、本当、普通は、はい、まあ、大体八重山でピラツカってイメージすると、まあ、荒井由紀さんとか大工哲郎さんも若い頃はピラツカって怒られたと、三線弾いてて遊んでばっかりみたいな、まあ、でも実は遊んでるわけじゃなくて三線の修行してるわけですよ、はいはい、だからお祭りとか遊ぶ時とかはみんなが盛り上げるときにはもう大活躍するじゃないですか。はいはいはい、だから遊ぶときにとっても便利で使えるカレンダーという意味でピラツカ暦っていう風につけました。あ、遊ぶときに、なるほどなるほど、ね、いい意味でね捉えてるってことですよね。いい方に、はいはい、あとほら内地の人間からすると、はい、ピラツカってなんかちょっとピラってなんか可愛いじゃないですか。可愛いです。響きが響きがだから可愛いなと思ってつけたんですけど、ね、これ漢字ではヘラとエですよね。マミドーマとかで使うコテみたいなやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれをピーラーって言うんですよね。ヘラ、はい、でピーラーのこの掴むところ、はい、掴の取っ手のところをピラツカっていうらしくて、それが語源らしいんですよ、ね、だからそれを漢字で当て字して、はい、これは当て字なんでこういう字を書くわけじゃないですね。あ、そうなんですね。当て字してピラツカで小読みだからこういう意味ですけど、はいはい、もしじゃあ紙見かけたらちょっと難しい漢字なんですけど、はい、これがピラツカ小読みだなって、ね、気づいてほしいですね。ユイレールの駅とか、この近くだとカフェユニゾンさんに置いてますね、はいはい、あと純駆動書店さんとか、まあ、いろんなところに県内各地ホールとかカフェとかいろんなところに置いてありますので、はい、でも一番置いてあるのは全国の沖縄料理屋さんなんですよね、はいはいはい、東京とか大阪とか全国の、はい、そういうところに置いてあるので広告見たら結構全国の広告入ってますもんね。いろんなところがあって、で、まあ、沖縄好きな人ってその沖縄料理屋さんとかに集まったりするじゃないですか、はいはいはい、そういうところで手に取って、はい、で、あ、今度沖縄行くときなんかやってないかなとか、はい、あ、こんなのやってるんだったら沖縄行こうかなというふうに思って、みんな、まあ、行けない時もなんか眺めて楽しむ、はいはいはい、そうやってみんな使ってるものですね。そうですね、はいはい、そういうね素晴らしいピラツカ暦を編集されています。今日は萩野さんに来ていただきました。ぜひね5月1日と2日の、はい、この15周年記念イベント、はい、音楽祭、はい、ぜひ皆さん行きましょう。これはチケットとかは、あ、はい、チケットは1日券が前より3,000円、はい、当日が3,500円、はい、両方聞きたい方はちょっとお得な5,000円の券があります。で、販売しているところは桜坂劇場かライカムアンソロポロジー、はい、あるいはですね、流亡のプレイガイドやコープのアプレ、テルゲア楽器さんやキャンパスレコードでも置いてます、はい、ただ2日券は桜坂劇場かプラザハウスのライカマンソロポロジーでしか売ってないので、うん、はい、1日券はまあいろんなところで売ってます。はい、分かりました。じゃあお問い合わせは、はい、ピラツカ暦編集室の萩野までお電話ください。090-6857-7800、090-6857-7800です。はい、よろしくお願いします、はい、楽しみですね。夜だから仕事っていう人もね行けるし、もちろん休みの人もゆっくり行けるし、はい、実はちょっと遅くまでやってますので、仕事ちょっと最初間に合わなくてもぜひ来ていただければ途中からでも楽しめますので、はい、はい、分かりました。じゃあ今日はピラツカ音楽祭のことを宣伝してくださいました、はい、ピラツカ暦の萩野さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
もっと聞きたいんですけどね。じゃあ、ここで1曲お届けしましょう。先島ミーティングで中サチル花。いい曲、いい歌詞です。夜咲いて朝散る。今日だけの花。いっぱいラジオ出られてますよね。もうなんつうの、うちは組織票がないので、いわゆるお弟子さんに売るとかさ、親戚に売るとかないじゃん。組織票がないので、もう風頼みです。本当にもう空中戦しかない、メディア戦略しかないので。写真撮っていいですか？3人で。はい。撮りましょう。緑？緑。あのメールしたら近くに。素晴らしい。ああ、そっちの方。逆になっちゃった。あ、そうですか。逆光だもん。すごい逆光だ。行きます。はい、チーズ。はい、まあ、サイチーズ落としませんこれ。あ、しないですか、うん、落としないか。変形バージョンです。かわいらしい。ちょっと太めですよね。そうですよ、うん、特集で作りました。いただいていいですか？はい、どうぞ。ぜひ遊びに来てください。はい、1時間番組なんですか？はい。で、曲は生で最初の生でやる。最初なかなかやらない。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。15年ってすごいね。15年すごいね。なんか続けるってすごいですね。潰れてしまった怖っマイクを
ください。こっちロケーションいいね、やっぱね。たまに久しぶりに来ると思います、うん、私も1ヶ月ちょっと出向してたんですよ、別の局に、うん、まあ普通だと思うんですけど、それが暗いんですよ、うん、スタジオが。こっちぐらいじゃないの、こっちぐらいじゃないの、こんな明るい。島歌。チューン島歌お送りしております。はい。すごいですね、ピラツカ公演。皆さん見たことありますかね。もう私本当に毎月欠かさず見てます。あちこち貼られてるよね。ああはい。そうでもない。このイベントのですか。常に、うん、常に目に入る感じがしますが、はいはいね、うん、もう本当にもうすぐなので、皆さん見逃さないように、聞き逃さないようにね、はい、してほしいですね。15年こう一つのことやり続けるって、なんか最初は情熱でなんかいけると思うんですけど、途中でなんかねあれってならないのかな、ね、その辺もちょっと聞きたかったですけど、なるよ ね、うん、そうね、いやすごい、常に1年目のテンションのわけがないそうそうそう、うん、私も特になんか秋っぽいんで、うんうん、はあ、3年とか経ったら多分あーってなってると思う、うん、誰かにお願いってやったりとか知って思いながらや, やりたいことじゃなくなったりするからね、そう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 、興味が移ったりとかね、うんうん、すごいね、継続は力のりですね、本当にこれから もうずっと続いていきそうな感じなんでね、うんうん、頑張ってほしいですね、はい、ね、頼りにしてます萩野さん、うん、はい、ありがとうございます。ツイキャス先ずいぶん前ですけど、いい声、いい歌声でしたって来てます。ディーパーさんありがとうございます。ディーパーさんありがとうございます。はい、リクエストね、まだ少しお待ちしております。さてさて、先日ですね、あの人間国宝の島袋正夫さんが亡くなりになったということなんですけどね、あの琉球芸能で最初に人間国宝になった方みたいですね。いくつだったんだ。大正11年生まれ、 95? どのぐらい、大正生まれですってね。昭和29年から野村流の修行を始めて、43年に師範免許を取って、で国立劇場などで独演会を重ねていて、平成12年に人間国宝になられて、ね、もう三線のね、古典三線のこのね継承発展に、ね、影響を与えたという方ですけれどもね、あと三線の鑑定もされてたそうですね、はい、生で聞いたことありますか。生はないですね、年もないですね、聞いてみたかったですけど。ということで、踊りくはでぃさお、うん、島袋正夫さんの曲をお届けします。
芝居がないとちょっと楽なんだ芝居と生演奏で自分の首を絞めてる毎週毎週生演奏だね2年やってるとレパートリーもねうん、うん、うん、本当だよね新しく練習しないといけないでしょ、うんうん、どうしてもできるのになってしまってるコントみたいなのやっとたって言ってたんで、うん、それ教えてくださいって言って、うんうん、国家芝居ね自分で考えるよりね、うん、面白いやつ、うん、あったら歌詞青年会で千夏先生お願いして川道先生と当時吉坊さん、うん、吉坊楽屋清水さん元林健バンドの楽器屋さん、亡くなったんですけど、はい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 、と一緒に芝居したわけ。あ、そうそうそう、なんか師匠って言ってました。そうそう、うん、超面白かった。へぇ、タンチャーっていうのがあるわけ、はい、デジタンチャーだわけもうとってもタンチャーだわけ、うん、なんでこっちにこれがあるのか、それぐらいで怒るわけ、うん、あれ面白いよやろう。そうそうそう、それね教えてくださいよ。古典は長いっすね。切りますか。もう終わりじゃない。いや、あと2分もあるんです。あと。オリシャ。島袋正夫さんの演奏、踊りクハディスは聴いていただきました。さてさて。うん。ね、あの15年ピラツカ暦になるってことですけどもね、はい、といえば10年になるんですね。そうそうそう、花笠ね、キッチン花笠、はい、5月で10周年、普天間から店構えたの合わせてですね、10周年迎えることになりまして、はい、すごいですね。どうですか10年って。苦労しかないな。あ、そうですか、うん、うん、あっという間です。10年ってあっという間だね。あっという間、うん、あ、そうだね、あっという間だね。いや、だからさっき15年ってすごいねって言ってたけど、うん、でもね、花笠も続けられてるじゃないですか、ね、10年の間に家族が4人も増えまして、うん、ああ、はいはい、最初は2だったのが2人でした。そうそうそう、うん、プラス4、はい、あ、感慨深いもんがあるね、うん、で、そこで、はい、5月の18、19ですね、ささやかながら10周年パーティーを開催いたしますので、老若男女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 、みんな来てねと、はい、ぜひいらしてください。スペシャルゲストもいますので毎年スペシャルゲスト同じ人が来ますのでじゃあ分かる人は分かるんですね、はい、へー、ギノ座から来ます。あのいつもサザンブリーズっていう帯番組あるんですけど、うんうん、5時台の東さんがあの、うん、親戚って言ってましたそうなんだそれでちょっとわかるかな、じゃあ7時から行ったら飲み食いできてちょっと楽しいのもあると、はい、いうことなんですね、この2日間は。はい、はい、わかりました。あの宜野湾市役所のすぐ近くのユニオンの裏側ですね、はい、はい、キッチン花笠、よろしくお願いいたします。さて、なんかリクエスト来ないんで、うん、また曲をお届けしましょうか。はい、では、さっき踊りクハディサかけたんで、踊りアマカーゴアをお届けします。
高良加奈子さんと時石健康さんの歌です。先生の CD であんまパーが入ってなかったわけ。最初神からあんまーって歌ったけど、次は全部下げて2番から全部下がってる。そう言ってきてほしい。わざとじゃん。最初あんまーって上がってるけど、あとうりゆいんおもてぱーちょっと下で歌ってる。これ2種類あるんですか。いや、多分高いと思って下げたんじゃないか。あ、倍下げにしてるってこと。そうそう、取り直しないわけ。取り直しない。歌詞間違えてもそう思ったんですよ、CD。なんでですか。分かんない。難儀、なんだそれ。難儀、うん、なんかでも意図がありそうには思うけど、ただ難儀。茶目よ茶目があるさ、茶目よ茶目よ、はい、あれ、一番間違ってる歌詞、二人二人女性が入ってくるの、二人とも違う歌詞を歌ってしまってるから、そのまま販売してる。フォローだったら一発で決めるって言ってた。そんなリハするのは素人だよって言ってた。フォローのリハはマイクだけだった。リハしないのにしておいて。面白いです。最後何練習しましょう。2分あるんです。何もネタもないです。ツイキャスも来ない、メールも来ない。時を流しよう。あ、いいよ。昨日からもやってないの。番組 NHK でやってるのかな。昨日からやってない。踊りアマカーゴア、アマカーゴアをお届けしました。はい、トキオって言いそうになりました。山口って言うんかと。なんか衝撃ですよね。うん、気持ちわかるけどやっちゃダメだよね。うん、いやね、うん、何歳ぐらいなんですか、あの方。40。 あ、そんなになります。5、6とかじゃない。え、僕らより上でしょ。え、ゆきちゃんがいくつか分からない。いや、私より上ですよ。そこまでは言ってないんですけど。え、うん、あ、でもアイドルの方ってね、結構ずっとこう最初若くてピチピチで出て、うん、そのままずっとね、うん、生き長くこう活躍されますよね。うんうんうん、でもなんかね、ここへ来てもったいない。なんかどうなるんでしょうか、ね、もうダメじゃない。もうダメ、うん、いっぱいなんかキャンセルとか出てるみたいですよね、うんうん、イメージがね。もう賠償金でしょう。うん、ダッシュ村はどうなるのか。なあ、ダッシュ村面白いのにね。やってる、まだあの番組やってるんじゃないですか、うん、ダッシュ島村、ああ、あるんですか、うん、村しか知らないです。本当、うん、なんか非公開で隠してるらしいんだけど、はいはいはい、Google で出てくるらしい。ああ、上から撮られたらね。というわけで、チューンしまうた世間話で終わります。どんな締め方よ。わあ、チューンしまうた、あちゃんしまうた、さよなら。